これ、オールインワンタッチっていうんですけど、薬液をですね、ある人と共同で開発したんですよね。朝原さんに似てる人じゃなくて、あっちじゃないです よく覚えてました それ違う強烈なインパクト そっくりなんですよ それが怖いのそれが怖いよね。まあでも前縮毛矯正してたけど、これ今パーマ液使ってないんですよね。散熱トリートメント、水素トリートメントとか言ってマツコのなんとかでも紹介あってたタイプやつなんですけど、こっちでね十分伸びますよね。綺麗にいい感じのツヤも出て、もう何回目ですかね、5回目ですかね。いや1日ですなりよまね、すなりまね。すよね。綺麗ですね。まあ、毛質によるんで向いてるんだと思うんですよね。すっごい綺麗になりますもんね。やってるこっちがびっくりするぐらい綺麗になりますね。常に長持ちするので、意外とね。だからなんかそうですよね。とてもこうむしゃむしゃ癖があるとは思えないですもんね。よかったですね、こういうのが出て。またじゃあ2、3ヶ月後に。